やあみんな、刹那圭介だよ。恨みっこ、つぐのヒータン2に続きがあったわ、これ。続きっていうか特別編やけん、外伝みたいなもんやけどな。だと思うけど、裏ルートやって。もう、つぐのヒーロー世界観がまずさ、世界の裏側みたいな感じなのにさ、さらに裏側があるんだね、これ。裏ルート。これさ、もう、ピンクのハートがついとったりさ、恨みっこの子が娘で G になってる時点でさ、すでにネタ集がするんだよね。やっていこうか。どんな世界観なんじゃ、今回は。声もの常識をさらに覆していきそうな。おいおい、夕日のバックになんか変なマッチョな女がおる。女なんかこれ。まず女なんかこれ。え、スカート履いてるけど、これよう見たら男っぽい気がするんやけど、マッチョやし。いきなり闇が深いぞ。いきなり闇が深いんじゃないのか。息遣い。今の男なんか女なんかよくわからんマッチョみたいな後でこの息遣い、嫌な予感しかしない。ここはどこだ。多分こんな声でいいと思うわ。俺は誰だ。これぐらいの声で呼んどこう。どんなやつか知らんけど、多分良くないようなやつがおる。だけどな、これ進んでいきましょう。なんだあれは。ドアかな、なんか入り口ちゃうな。鏡だと。青木海中学校。なぜこんなところに。だがちょうどよかったぜ。光らずな。効果音、面白い効果音で光らすな、お前。俺の姿を映す鏡が欲しかったんだ。赤はなるな。そんだけ赤はなって今さ、可愛い女の子とアンパンマンだけやぞ、お前。ふふふ、ぬふふふ、ぬふふ。笑い方がもう、黒先生じゃん。よし、久しポージングを撮ってみるか。ふん。久しぶりに見る俺はやはり美しい。なに。そりゃそうなるわ。俺が鏡だったらそういう反応するわ。鏡の気持ちが分かるぞ俺には。まさか俺の美しさにこの鏡が耐えられきらなかったというのか。いや、美しさでないわお前。醜さだよ。ぬわー。なんだこの異世界に引きずり込まれるような感じの。あ、もうセーブな、もうセーブなんだ。早いな。まだ展開がよく分かってないのにもうセーブさせられよ。一方その頃、ちょっといきなりさ、よくわからん話になってさ、まだシーン飛ぶんだ。ちょっと、職員室の話になった、これ。え、職員室。いや、これまで一回も職員室入ってないのでさ、いきなり職員室の話。なんだ。いや、別に笑うところじゃなかったと思うよ、これ、多分。先生やな、これ。あ、これ、教頭か。教頭先生、いや、いきなり出されたら、ちょっと、うん。笑うところじゃないのに笑ってしまうよな、なんか知らんけど。うん。しゃあない、しゃあないことにしとこう。私、この学校の教頭先生は、近年増加するモンスターペアレンツの対応に追われていた。モンスターペアレンツか。厄介って聞くけんな。よく知らんけど。ですからね。そうやって学校へお越しになられても、こちらも対処のしようがないんですよ。ちょうどフェアリーじゃないよ。フェアリーってなんだ。フェアリーペアレントって、カートゥーンネットワークでやいよ、アニメだよ。ちゃうじゃん。モンスターペアレンツ。お子さんの問題を全部学校のせいにさせても困るんですよ。トートー先生。誰？そう興奮なさらないで。これもフェアリーじゃねえ。またフェアリーペアレットとか言いそうやねん。ちゃうわ。モンスターペアレットな。で、フェアリーペアレットって。うちの幸が何となく感じが変わってしまったと申してるじゃありませんか。どうしたらいいか一緒に考えましょうよ。
うわあ、いきなりモンスター感出すな。今までの喋り方だったらモンスターピアレントっぽくだけ。いや、え、ヒロインサチオ、あ、サッチャンのお母さん、これ54歳だ。サッチャンのお母さんヒロインな。え、いや、これサッチャンのお母さんが、これこんな怖い顔だったっけ。こんな怖い顔だったような気がするけど。ですからね、サッチさんのお母さん、何がどう変わったのか、そこを教えてくださいよ。さっきから雰囲気があって、そりゃ成長期ですから変わりますよ。エロくなるのだ、成長期を過ぎたら。違うんです、違うんですのよ、教頭先生。あのサッチはなんか、偽物っぽいんです。騙し騙し過ごしてきましたが、なんかとにかくサチじゃないんですのよ。偽物ってあれだね。いい加減にしてくださいよ、サチさんのお母さん。サチさんはあなたが産んだ子供でしょ、サチさんのお母さん。一時サチさんのお母さんでも言わんでいいだろう。ミクラさんって呼べばいいのに。今だけはサチよって呼んでくださる。は？ほう、そりゃそうなる。そういう反応になる。何の話だこれって話になる。教頭先生、旦那が死んで私未亡人ですのよ。は？だから？ほら、出会いのチャンスっていつあるかわからないでしょ。結婚届け。え？え？なんだ、さっちゃんのお母さん教頭先生のこと誘ってんのか。いろいろツッコミどころがあるんやけどさ。もうシーシーシーとかめちゃくちゃ並んどるしさ。そんでもってさ、ラブハウス見くらけて何なの。ラブハウス見くらけて何なのお前。結婚とどけ、私いつでも待っていますのよ。ほら、教頭先生、遠慮なさらないで。ここや。指さすな。ここに署名するのよ。さ、早く、教頭先生。ハート使うな。スタート画面にあったハート、お前のか。なんで私がハートと結婚しなきゃならないんだ。もっともや、教頭先生。あとね、ここは学校だよ。神聖な学び屋だよ。お、生徒たちが聞いて、いや、生徒関係なく、あなたと結婚しないよ。婚活だったら、結婚相談所に行ってくれ。ほんと怖いな、さっちゃんのお母さん。もういいわ。なんで逆切れやねん。別にいいじゃない、結婚くらい減るもんじゃないし。減るわ。お前と結婚者となればもう世間からの評価がただ下がりだ。減るわ。あー、髪の毛は減ってたか、ハゲ。ちょっとうまいこと言うじゃないわ。いや、そんなにうまないけど。じゃあな。最近のモンスターピュアレントってこんなんなん、みんな。まったくモンスターペアレンツめ。モンスターの方向性が違う。俺の知っとったモンスターペアレンツとかモンスターの方向性が違う。心臓が悪い、痛いよ、マート君。何？だが、私は女性から結婚を迫られたのはこれが初めてだった。白黒になるな、なんか。これが最後で、最初で最後でモテ期になるとは、この時は思いもしなかった。だからなんだよ。だから受け入れなくてちょっと残念だったみたいな感じにならないな、お前。そしてこれはちゃんとあるんじゃ。この学校移って時計がこう回ってのやつはちゃんとあるんじゃ、これ。おサッチャーのお母さん出てきたよ。音量のポジションにあんたも出てくるじゃん。ある意味怖いけどさ、確かに。
音量一人も出てきてないやんか。音量並みにこうやつは出てきてけど、音量は一人も出てこんかったぞお前。次の日のイタンツいきなり固有ゲームになってきましたか。え、音量と戦う系のゲームじゃなくなるんこれ。特別だぞ、うるせえ。特別編始まった。もうこういうさ、もう先が思いやれるような雰囲気で始まった、お兄ちゃん。この子、この人をお兄ちゃんに持ってる妹はさぞかし、毎日バカにされてることでしょうね。わーいやーい、お前のお兄ちゃん、わーいって。クソったれめ。とっとと帰るか。あ、そうか。ヒロインだったもんな。しきこさんに話しかけてください。もう話しかけることを前提で話が進んでるけど。全然関係ないや、しきこさん。もう音量の話が関係なくなっちゃってるから。しきこさんが出てくるな。歩きよったらしきこさんが出てきたわ。ぬぬって反応する。54歳の奥さんがさ、そんな反応するか。ぬ忍者かお前は。くせ者、何やつ。あいつもしきこさんだ。まあお母さんやけん全然噂なんか聞いたことないだろうけど、しきこさんだ。おめえどうした。初対面の生徒にね、おめえどうしてはないだろう。そう、ガラはある。さっちゃんのお母さん絶対昔スケバンだったわ。これスケバンのちょっと血が残っとるよ。廊下に立たされてんのか。クソったれめ、昭和じゃねえんだぞ。そんな教育を認めるわけにはいかねえ。どの立場からそんなことを喋るよ。PTA の人間だったな、さっちゃん。すごい、さっちゃんのキャラクター、さっちゃんのお母さんのキャラクターが濃いな。PTA で元スケバンって。ようそんな人が PTA になれた。生徒を廊下に立たせるとは、いいどころじゃないか、青学。 PTA は黙ってねえぞ。絶対ほんとに PTA となんかつながりがあるな。おお、出た。喧嘩だ、喧嘩の時間だ。絶対スケバンだ。喧嘩でどうにかしようって絶対スケバンだこれ。おめえも嬉しいか、 PTA 連行に爆発すると教育改善という名の血まざりで。はや、はおわ。さっちゃんのお母さん、こんなバイオレンスな人間だったんや。さっちゃん気づいたんこれ。さっちゃんのお母さんが、自分のお母さんがこんなんだって気づいてんだ、さっちゃん。誰これ、さっちゃんのお母さんか今。ちょっとすごい可愛い声したけど、絶対54歳のババアの声とは思いような。ええここはどこだ。俺は誰だ。お前いつも自分が誰だか分かってないな、お前。どういうことな。教室内を調べてください。セーラー服相手の欄やめろ、バック。後ろ黒かったやん、これまで。なんでこういう時だけお兄ちゃん映っとん。俺が着てるセーラー服だ。サード当たり前のように言うんじゃないわ。あと3時でかいな。99点もう満タンやないか。これ以上上がりませんの状態になってしまったな。怖い怖い怖いぞ怖いぞ。あ、地図出んのじゃ今回。シフトオプションの地図が出ん。まあここはどこだか分かんないやけん、地図なんかクソもないよ。ここで地図に入った。地図はちゃんとあるんじゃ。これは地図か。ゼロ組から始まるんじゃ今回。なんで都合よくこんなものが。あ、なんとか海中学校の地図だ。ぎこちないな、もうここは。この辺。このがはなんだ、なんて読むんだ。絶対この人は中卒やな。中卒で社会人になったタイプやな。セーラー服着てる時点でもう社会人と認めたくないけどな。だが地図が手に入ったぞ。地図手に入ったぐらいでこんな BGM 流すな。いや、これまでやって最初に手に入りよったわ。
よし、探索してみるぞ。俺これ操作するんじゃ、この人を操作するんじゃ。俺お化け物に捕まったらさ、何の抵抗もせずにほっといて3時ゼロにしたのかな。とりあえず地図入った、地図手に入ったわ。何を目的に動いていけばいいんだろうこれ。もうこれまでとさ話が違うからな、元の世界に帰ろうとか考えてたような気がするよなこの人。まあ異世界に飛んできたこともいまいち分かってないけどな、まだ。しかし古い強者だな。お化けでも出てきそうだ。うん、出てきてるよお前自身がな。とりあえず次の教室まで移動するまま、これまで通りやけど、何？いや美しい俺が映っている。後ろおるよ、しきこさんが。しきこさん、しきこさんやったっけ？しきこさんかな。後ろおるよ、音量が。え？ちょっと気づいてみたいな感じで覗き込んできたよ。もうこの人、自分の顔に酔いしれて全然後ろの人に気づいてないわ。ちょっとさ、かわいそうになってきたか。音量の方がかわいそうになってきた。あと教室。お兄ちゃんが 4人も並び始めてた。セーブルの欄にお兄ちゃんが4人も並んだ。何か吐いているぞ。自分のチャイムが鳴ったら教室へ。シッコさんが襲ってくるぞ。お、たかしくんの文字。中国のチャイム？シッコさん、出た？さん付けじゃねえか。上等男の野郎。なんか番長だと思っとるな、この人。このゲーム、ヤンキーばっかなんで、ね、この人。畜生、出てきやがったら10倍返ししてくれるわ。何の10倍返しやねん。お前何もされてないからな。それを何が 10倍返しなん。換気口を通って進む。換気口を通るのか。いや、この体で通れるか。通れん、通れん、通れん。うん、他に道はないな。ここは進むしかないのか。無理無理、詰まる詰まる。こんな狭くて汚い場所、もうやだ。ちょっと窓っ気が入ってる。やめて、窓っ気が入ってる。気持ち悪いな。なんだ BGM 消えた。なんか怒るんかな。まあ、そろそろ声が聞こえる。ようやく次の日っぽくなってきたんじゃないの。音量が出てきてさ、ようやく次の日っぽくなってくるんじゃないの。新しい校舎か。さっきとは違う感じがするな。そろそろ音量が出てきてもおかしくない頃、そして鏡を見る。おっと来た、地獄のチャイム。あ、チャイムだ。チャイムが鳴ったら教室に入らなきゃ。なーつってきょ、テンション高いな。今の状況が分かってないからテンション高いなお前。こんなんが主人公なんじゃ。こういう場合だとは打って変わった次の日じゃ。来た、開けた開けた。うる、ちょっと今何が起こった？何が起こった？俺 Z とエンターを1回ずつぐらい押したところ連打しようと思ったらさ、いきなりうるせえとか言うて文字が出てきて飛んでったんやけど、バイバイキンしたんやけど、バイキンみたいなあるまいし、うるせえ、ハエだ。産地下がってない。シフトのギブアップ、シフトキーでできるギブアップがいらない。やばい、もうこれからどれだけ音量が出てきてもこの人だったら何とでもなるからな。これお兄ちゃん6人目。よし、時間も時間なんでこれくらいにしとこう。もういろいろ次の日がさ、えらい方向にねじまかったような気がするからね。よっしゃ、次のパートもまたえらいことが起きるかと思うんでね、楽しみにしておいてくださいというわけで、仕上げ。いきなり保護者が教師に結婚迫るわ。その保護者が元スケバンみたいな発言するわ。よくわからん気持ち悪いお兄ちゃんが出てくるわ。
まあ俺が何言いたいかって言ったら、こんなん次の日じゃねー。